どうも、ランスの勧誘です。ご視聴ありがとうございます。今回は先行のリプを上げさせていただこうと思いますが、今回攻めたのはこの相手ですね。結構、射撃等も砲手等も外側にあってね、やりやすそうに見えるんですけども、ただちょっと問題なのが、これ、氷威台と煉獄等ですね。これが割と外の方にあってですね、どこから出しても、こうすぐターゲットを取られてしまいそうな位置にあるということですね。で、というわけなんで、こっち左側ですね。左側がまあ手薄だということで、まあこっちをね、主君で壊したいなと思います。で、目標はまあこの辺ですね。ここら辺はまあ絶対にこの3つは壊したいかなといった感じですね。で、上の方にそれるようであれば、これとこれも壊したいですね。下にそれるようであれば、これも壊したいかなと思います。で、将校なんですけども、やっぱりこの氷威台側から出したいなというのがあるんですけども、ちょっとこの辺から出すと、ここの星と2枚取れそうな感じがしたので、ここから出してますね。まあ、この二人はま、決まりですかね。で、あと、長領と呂布ですね。ここら辺から長領を出せばね、こうやって歩いていきながら、こう、中を壊していけそうな気がするんですけども、まあ、そういう時は壊せてこの二つになりますよね。で、万が一、主君が下に、こう、流れてくるようなことになったら、バッティングするんで、どうしてもここら辺が残ってしまうんですよね。で、将校はこの2つを壊せれたらということなんですけど、多分これにもこれにも届かないんですよね。ということはまあ、この3つぐらいは残ってしまうということなんですよね。で、さらにこれも残ってしまうとなったらちょっと厳しいかなということで、長領はね、早めに死ぬのを、まあ、覚悟で、こっちから出してます。こっちから出したら、こう流れていきそうになるかなと思うんですけども、問題はね、こっちは商業施設が並んでますよね。こっちは、商業施設、防衛施設、商業施設、防衛施設ということで、飛び飛びになってるんで、長領のスキルでね、こんなところをまず壊してしまったりすると、こっちに流れずに、ここの壁を叩き出すという可能性が考えられますよね。そうなってきたらもう全然こっちには流れていかないということになるんですよね。で、まあそう考えると、まあ長領でこの2つは確実に壊して、この3つですね。この3つがすごく残りそうな気がしますよね。まあここは長領が、こう、壊せる可能性があるんですけどもね。で、あと、ここか、ここか。どっちかは残りそうかな、といった感じで。これ、残ったところに応じて、呂布と呂蒙を出していけば、といった感じになりますかね。あと、自爆属性は煉獄刀だけ、ということですね。そしたら、僕がどのように攻めたのか見ていただきます。将校を出して、先ほど説明した2つの砲手とこの2つですね、狙おうかなといった感じです。主君は、ここから出して、先ほど説明したこの砲手と2つと砲手との右にある射撃塔ですね、これを狙う感じです。一発で、砲手と2つ壊れたのは良かったですね。で、長領が、この射撃塔とこの射撃塔両方壊せれたらいいんですけども、ここで煉獄にかかりますよね。まあ、ただ、一回は、かわせますので。で、呂布は早めに出しました。もう、ここら辺は、長領で壊れんやろうということですね。で、呂布を出したんですけども、ちょっと、壁が硬くて中に入りきれなかったので、中の、この射撃塔は壊せなかったんですよね。ということで、残りそうなのは、この2つということで、結構間が空いててね、しんどいんですよね。で、左下の射撃塔はちょっと、呂蒙では、
あの遠回りすぎるかなと思って右側の射撃筒に狙いを絞りました。でこのトンコ兵はまあ万が一射撃筒を両毛が狙わなかった時用に出してるんですけど、うまく狙いましたね。でこの天下は煉獄刀が壊せれたらと思ったんですけど、あんま意味なかったですね。ちょっともったいなかった気がします。月影もいるんでね、置いといてよかったかもしれませんね。ここら辺はまあちょっと爪が甘いとこかなと思います。でこんな感じで、あと刀はこれだけですね。もうあとはご両子ですね。まあなんとかいけてくれよといった感じですね。ただちょっと両夫が欲張りましたよね。両夫で先2つ、壊されたらということでしたが、壁が硬くて届きませんでしたよね。たださっきの方向から両夫を出すのであれば、こっちから両夫を出して、今さっき壊れた射撃筒を壊して、で両毛で2つ壊させるといった風な感じに攻めた方がもうちょっと楽に落とせたかもしれませんね。そしたら引きでもう一度見てみましょう。ここですね。こっから両方を出さずにこっち側で出して、ここの射撃と2つは線になってますんで、まあなんとか両毛で両方壊せるんじゃないかなと思うんですけどね。でまだ上の主君生きてますけど、これ結構中に入ってくる可能性は薄いかなということで、あの両毛も出してしまうんですけどね。やっぱり本当はね、こう完全に死んでから出す方がまあ確実なんですけども、やはりね時間が足りなくなるというのが怖いわけなんですよね。ここでまあ主君が死んでね、性能士が中に入ってきてとか言ったら大怪我につながることもあるんですけども、うまくね勇士が性能士殺してくれてますね。でまああとはもう壁も結構硬いので、まあ太平も叩きやすいですし、まあなんとかなったなといった感じですね。爆弾がね結構きついんですよね。この爆弾で相当死んでるんですけどね、この爆弾対策ってなんかうまいことできんかなとか思いつつね、ちょっとおるんですけど、リョモが死んだ後にバット出すトンコで、だいぶ死ぬんですよね、その爆弾でね。でまあなんとか 100% 取れましたけど、武将の動き方によってはまあ取れなかった可能性もあるかなといった攻めになったので、まああまり参考にはならなかったかもしれないんですけども、やはり両夫両毛ですねを、まあ、早めに出してしまうと、もうここの射撃筒は壊してくれんやろうと思ったら、その塔を壊すために動くということですね。なかなかこう占領とかね、奪還とか、まああと走破戦の予選とか、ああいったシーンではこういった攻め方っていうのはやりにくいんですけどね。どうしてもこう一枚になってしまう可能性がつきまといますからね。ただやはりこう早め早めに見切りをつけて攻めていった方が、後でまあ時間的ゆとりが出てくるので、3枚欲しいぞという時はパッ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 パ出していった方がいいんじゃないかなと思います。そしたら以上です。ありがとうございました。